よし、こんにちは。お礼配信をしたいんですけど、お使いをママに頼む、お使いっていうか帰りにこれ買ってきてっていうのママに頼んで、またママが帰ってきてないので一旦雑談をします。よし、了解。ありがとう。よし。さっきまでちょっとまとめて、なんか、そう、まとめようと思ってんけどさ、間違えてかさ、今月分のさ、をまとめちゃって。ママ何時ぐらいになるやろ。6時ぐらいには帰ってくると思う。嘘み、ね、嘘だらけだよ今日。今春休みっていつまで。今週か、今週やな。そう、今月でやつやってて、あれなんかおかしいと思って、でちょっとあ、もう時間もないしやめたって思って、ママが帰ってきたからやろうと思います。ちょっと先さ、ちょっと待って、自転車でさ帰ってきたから前髪がパッカンってなってるんだよね。ナンバーから自転車だじゃないよ、ナンバーから駅から自転車で帰ってきました。で帰りのゴミでこれ買ってきたこれ好き自転車乗れるんやって言われましてもさ、あのさ NMB 入るまでは普通のさ小学6年生だったんですよ。友達とも遊びに行ってたし、いつから乗り始めたやろ。でも保育園の時にはもう乗ってた、自転車じゃないけど、めっちゃちっちゃい、自転保育園いつぐらいやろうな。でもまだ小さい時にもう5、6歳、嘘、5、6歳かな、分からへん時に、あの横にさ自転車の後ろのタイヤの横にも車輪がついてる、だから四輪車みたいなやつやった、うん、これを食べます。あ、そう、補助輪三色団子補助輪つけて漕いどったの覚えてる、うん、おお、おいしい。ごめんや、でもう小学校の時は、小学校の時ぐらいにそれを取って自転車の練習してた。もう小学校入ったぐらいの時かな、確か。まあ覚えてない。あ、ほぼなかった。うん、ズコンって言ったことはない。こうはなってた。でも練習するために乗ってたからな、道路とかではなってないけど、確か公園とかでさちょっと練習しとったり。
懐かしい。マジ、うん。自転車は早いうちから練習しといた方がいいんかなって思う。お世の帰りです。気持ちよかったですか。みたらしあんが食べます。うわ、おし。なんか朝台の大きな自転車、体から三角乗りした。え、あれ、三角乗りって何？あれ？後ろのさ、サドルじゃない、何？サドルの後ろに乗ってなんか足伸ばして漕ぐやつ？立ち漕ぎできるよ。でも立ち漕ぎは自然とできてってたんかな、多分。分からへん。もう全然覚えてない。だってさ、ちゃんと記憶にあるときはもうすでにちゃんと乗れてんねんもん。私が届いてカンタが、わあ、わかんね。わからん。説明むずい。説明むずい。クラとわがままどっちが好き、どっちが好き。え、どっちも好きやけど、なんかさ、系統が違いすぎてさ、なんか好き嫌いのなんか問題じゃなくなってきた。でも最近はずっとわがままやってるから、またクロスやりたい。なんかさ、ちょうどいい感じに交互で出してほしい。整理も整理もしない。でもツインテールって絶対整理しかないんじゃないから、なんか髪型が自由な時にやりたいです。ふみちゃん一輪車得意そう。お、一輪車一時期めっちゃ乗ってたし、なんならある持ってる。リップスティックでなんかわかる、なんかボードのタイヤ2個版のやつと一輪車も持ってる、買ってもらった。懐かしいね。キックボードも買ってもらったけど、あの折りたためる式で確か開かんくな、あ、折りたためる式やったけど開かんくなったから、あの断念した。あとはなんかさ、あゆみが持ってるさキックボード、あのキックボードかはさ、あのなんていうの、なんかどっかに壁とかにもたれさせんでも立てれるように、自転車についてるあの立てれるやつがついててんけど、あゆみのキックボードに、それがあのなんかさ板がこうあったらさ、こう、これスタン、あの棒ね、ここをこうして止めるんよ。で使うときはこうやってガチャンってやってやるんか、自転車もそうやんか。でまああのこうなってないことに気づいて、あのこの状態のままこいじゃって、これ折れちゃったんですよね。めっちゃむずい説明。どうしよう。一輪車と普通に走るのどっちが速いんですか。多分普通に走る方が速いと思います。暴れてる。先ほど坂道はものすごいスピードで女の子が右が悪い。
よし、降りてった。気をつけないとね。見あれ、それさ、めっちゃ怖いから無理やねんな。なんかさ、飛び出してきたらどうしようとかさ、それで段差にこけてさ、なんかさ、ちょっとした段差にこけてさ、自転車のままバーって行ったらどうしようとか考えちゃったりしてさ、なんかこうなったらどうしようって考えて、そういうの全然でき、怖い。ごまいたん、あー豆じゃない、ごまいたん。ジャンレイお便り採用されたかドキドキしながら聞く。あー確かに、あー今あこの人くれた人やとか思いながら見てます、いつもショールームのコメント欄。なんかこれが分からん、たまにレコって上向くよな、眩しい、眩しい、あって目痛い、目痛くはない、目がやけどした。この前さ、マネージャーさんにさ、あの電気を見てさ、このなんか目にさ、目が変になるのは目がやけどしてるからだよって教えてもらった。最初の近い一年すごい、えぐ怖い、えぐ怖いってやばいよな。好きやで、好きやで、ああ行かないで、ああごまちゃん。太陽ね、太陽な、痛い、太陽はマジで痛い。電気はまだマシやけど、太陽はほんまに痛い。明日ご挨拶ありがとうございます。外の物音に何食べてるの、三色団子食べてるの、緑なくなっちゃったからもう二色やけど、はい、はい、なんかちょっと映らない、映ってくれへんねん全然。ごまちゃん、麦、麦やめて、レアキャラ、マジレアキャラ。劇場ライトが目に入って見えんときある、え、たまにあるよな。あ、でも客席で見せたときもなんかいっぱいさライト回るやんか、その自分に直撃する、ライトが直撃するタイミングを覚えて、あの してた、痛いから目が、だってさあれ当たったらさしばらく目見えへんくなるやん、それでさ牛の顔見れへんくなるとかさ、なんか悲しいやん。海見とママだけに見える猫かも、怖い話。いや、あの一応モバメとどっかにのっけてるからね、うん。ごまたち、今日コーラ飲んでない、飲んでない、
一番痛いのはコンサートの時の痛み。あれってさ、カモネギのさ、どこや、なんかカモネギ定期的に緑のレーザービーム出るやんか。あれってさ、当たってる客席の方あんま分からへん。なんか舞台おったら分からへん。あれってさ、目当たる、あのカモネギの時のレーザービーム緑の最初とか途中とかにある、あれさ、当たったら痛そうやな。当たったことない。あ、じゃあ客席に行かんようにはなってんのかな。あ、カモネギのレーザービーム、カモネギのレーザービーム当たったことある、ある人はおるらしい。あ、確かに一番前とかやったらなんか当たりそう。一人のあの辺のストロボ目疲れる、あの推し見えへんから。推し見えへんな。そうやな、そうなるな。引いてる演出とか、マジで、あのこの前コンサートの時さ、渚さんやってた時はさ、どの公演か忘れたけどさ、マジで目の前に炎あってさ、マジで怖かった。ほんまに熱いし怖い。だって、あ、その曲だけでめっちゃ汗かいたもん、冬やのに。クリスマスやったか夏コンやったか、夏コンじゃない、渚さんの卒コンやったか忘れたけど、客席方面に置くけど人の当たらない諸説ある。確かにな。カモネギは暗い、暗いし、レーザービーム暗い、あの確かに意外と熱い。だってさ、あれ炎か、距離ここら辺やで、だって一番近くて。マジで熱い。でしかもさ、前の方で踊ってたからさ、あやみたち踊ってた時に炎起きたからさ、ね、客席も熱そう。離れ、多少離れててもさ、あやみさ、あのさ、ツリーまでも、ツリーまでも熱さ来てんやんか。え、やばいくらい、それ普通にさ熱いよなって感じ。プロフィール写真変わった、変わった、あれ可愛いやろ、可愛いやろ、やばい。でもさ、研究生さ、今まで T シャツやったやんか、シャツ、ワイシャツみたいなやつになって可愛かった。あ、そういえばあの写真撮ってるのでまたあげます。スタッフさんもさ、マジで調節しないとさ、やばいやん。え、そう、前も暑かった、前なんか2回ぐらい、何回か炎出てて、1回はまあツリーの時に炎出てたけど、1回は目の前で炎上がってて、マジでびっくりするほど暑かった。夏やったもん。はやかさんの卒子の時に炎を出るたびに最前の最前列のみんな熱でしょうね。目汚れついてるから取らないと。またチャンネルは簡単と、まなみが一心電子ゲームで旧規制で合わせた。あれたちは何したっけ、あー、いろいろした、あれマジで、え、どっちやったっけ、月曜日か、月曜日の方か、なんだな、あみちゃんのお前さんかよ。しかもさ、普通に成長してるんや、もともと。
前の写真撮った時よりも成長してるし、プラス顔も服も大人っぽい感じだから野外は風で一雷ね、ぷくるから確かにそれもあるよな。野外な、ユキノテープとか大砲出るやつがいて、うつですうつのやつがいて、確かにあれ音もびっくりするよな。コンサート行ってた時も急にボーンってくるから、毎回ビクってなってた。最近和菓子みたいな道を思い出す。マジで、あやちゃん和菓子大好きだよ。三色団子も好きやし、団子も好きやし、あのあれモナカ、モナカじゃない、あ大福も好きやし、ドラ焼きも好き、カステラも好き。武井さんのラジオにゲスト出演みたいなじゃないですか。なった？な、でもまた暴れてる。豆たんが。あれは全部メイクさんやけど、まだ研究生は全部メイクさんやけどさ、生活の中でもメイクはだいぶ変わった。よいしょ。ただいま。東京も楽しかったから、またあれぐらいの季節に、あれぐらいいいよな。あの季節ええよな。あ、暴れとる。あれメンバーもいつ財布送るかしら。うん、分からんけど、まあ大体いつも同じぐらいからな、最後の方。え、ダメたちはいつ来るか分からへんね、あれ。大きい音、え、いや無理。なんか来るって分かってての大きい音はなんか、だから何秒後に風船割れますとか、何秒後に大きい音鳴りますって言われとったらいけるけど、急に大きくなったり、どんどん大きくなって、めっちゃ大きくなったりするのは耳が痛くなりますよね。ねえ麦ちゃん、あ、めてやめてじゃない、間違えた、あ、麦ちゃんだ。もみちゃんすっかりアミンチの匂いや。どれも一緒におるもんな。かわいい。不思議やな、自分おるな。うん、耳を。うん、かわいい。うん、たまにさ、学校とかでこうやって麦ちゃんをこうやって思いっきりギューってしたくなる時がある。
もぎ、これあなた、この猫あなた、もう行く？はい。なんか思いっきり逃げへんくなったな。ゆっくり逃げるようになった。怪我、あれじゃ怪我。待ってる。和菓子屋で行く、行こう。負ければ。わけど、そういうわけじゃないねんな。なんかさ、和菓子ってさ、あっさりしてるものが多いやんか。なんかクリームとかじゃないから。だから、甘いもの、でも甘いもの食べたけど、重いのも無理って時もいつでも食べれるから。いい。和菓子好き仲間、イエーイ。あみとあんじさん、あんこ食べた。あんこ食べないな。あみはでも、粒あんはちょっとに苦手。ね、スーパーのさ、団子、なんであんなのおいしそうなん？あの、レジとかにさ、たま、置いてある、あの、団子。身長どれぐらい？よし。165ぐらいでいいかな。もう成長しきって165がいい。なんか服のサイズとか考えて。めっちゃ顔色、自分見てたんやろな。アレルギーなことない、めちゃくちゃあんで。今めっちゃ痒い。じゃ猫飼ってからアレルギーになった。なんかそういう人多いらしい。でも結構知った、最近っていうか、猫アレルギーになって聞いた。なんか猫飼うまではアレルギーなかったけど、猫飼ってしばらくしてからアレルギーになる人多いらしい。犬もそう。あ、でも犬はアミがアレルギーじゃない。なんかそういうチャンス。もう今日ほんまに猫麦吸えてなかったからさ、幸せ。何回やってもエネルギーボンボンびっくりした。マジでびっくりした。でも最近じゃない、この前ピンポンバンポンやったから。一回ピンポンバンポンの時やったから。でも正月のババンプラス赤いライトがほんまに怖かった。自分の動画分からない。なんかなんやこの猫って思ってる。猫って分かってるのか。メールの右目が欠けてるのがしゃあないねん。しゃあないねん。私もオンラインで化粧する。紹介して。でも麦ちゃん連れてきた。あ、でもさ、初めてのさ、オンラインの時にワカニャンさんに麦ちゃん見せた。てかママが後ろからふいってやってくれた。和菓子は太らんって言われてる。なわけない。なわけないよ。カロリーがあるんだから太るよ。だって食べ物なんだもん。和菓子は赤福が一番、まあ、確かに赤福ね。赤福のさ、夏限定の抹茶のかき氷めっちゃ好き。前157、あ、帰ってきた。お、待って、雨が言ってた時間ぐらいに帰ってきた。ちゃんとおかえり。ただいま。すごくない？何が？あ、そう、300円ぐらいのコンビニとかのレジで売ってるやつ。あゆみがさ、ママ何時ぐらいに帰ってくるのかなってコメントに対して、うん、6時ぐらいに帰ってくると思うって言ったら6時ぐらいに帰ってきた。6時ぐらいや。あ、身長に上で抜かされて悔しい。確かに。でプラスあゆみはあのあれは入ってるから、あの焼肉丼。え、なんもないです。焼肉丼、うん、待って、待って、なんでこうね、親怖い、親怖い、親怖い。そういうの思ったんや。ママ怖い、ママ怖い、無理、怖い怖い。焼肉丼ばっか食べてると思われるよ。パスタの方が食べてる。何の話しとった。
や焼肉丼がいい。焼肉丼できるな。やったね。え豚肉でもいい、牛がいい。え牛がいい。うん。そう160できるかな。前半がちょうどなんか服とかが合わせやすい、可愛いのがたくさんあるよねっていう。でちゃんとステージ映えする高さ。低かったら埋もれちゃうかもしれない。高かったら逆に目立ちすぎるよね。目立つのはいいけど、なんかそのなんかさ、身長高かったら高くするふりは人一倍高くできるやん。でも逆に身長が高いから低くしないとあかんふりが、低い子よりも低くでき、もともと低い子とはさ、もう元が差があるやからさ、限度ってのがあるやんか。だから何なんて、ご飯あげた、手あげた、夕方、うん、本当あやみから2回もらえると思ってない？あげちゃう、通じ合ってますやん。やって、待って、以心伝心、肉や肉、肉だ。そういうことになりますね。今日のお肉は黒毛和牛らしい。全然違うです。もっと食わせろ言ってますね。わからん、肉肉肉だ肉。3入れた？オッケー、覚えとく。みんな3、みんな3号、3号って覚えて。え、ね、焼肉丼と何？サラダみたいなやつない？サンゴ覚えて、どうすんの？え、ママが水を入れるのを間違えないようにすんの。カチカチのご飯作らへんようにしなあかんし、なんかぐにょぐにょにょご飯作らへんようにしないとあかんから、ちゃんとした焼きたての美味しいご飯を作らないといけないから、サンゴっていうのテスト出てくる。うん、あの来年の期末、間違えた、来年の中間、一学期中間に出てくるから覚えといた。これ間違いない。あ、3日にさ2号しか行ってないのに3号さ炊いちゃってさ、あのおかゆできやがった。さて炊きたてのご飯食べよ。パッカンって開いたらさ、ぐちょぐちょのご飯出てきてさ、あーって思った。なんかさ別にさ、なんか炊きおかゆは別に嫌いじゃないけどさ、おかゆが2合もあるっていう、しかもあみは炊きたての美味しいご飯を待ち望んでたのに、開けたらおかゆが出てきたのやで、ちょっと悲しい。そういうこと間違いない。ママいつも何合入れたっけって聞いてくんで。神やらないと。ママ神、ママは神じゃない、ママは神だけ。
めっちゃショールームの音が。よいしょ。ただいまです。仲良しかよ。先生がよう言うやつな。ママさん神、ママさんそっちの神じゃない。悪まっとる。これは言いたいけど言われへん。めっちゃ言いたい、めっちゃ言いたいけど言われへん。これからメモしてきます。先生はじゃあ、俺とアラじゃん。最初のよう言うよな先生。でもさ、みんなさ、あの英語でさ、お手洗いに行ってきますっていう英文を覚えてからさ、みんなそれで言ってる。謎に。でさ、同じランクの人は、まあ、赤さ、あ、え、違うな、なんか、まあいいや、なんもないです。これ順位なんか、ほんまに。3、こう、一旦ここに。ママ切りたい。切って。怖い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 。おもろ、かわいい。それかわいいやろ。かわいい。そのとこにつけてんねんや。うん、4月だから。何かというと、うん、マジで、まあ、仕事場でつけなあかん、うん、お名前シールを買いつけて、うん、お名前シールつけて帰ってきたという名札みたいなやつことで悩みに笑われております。はい、おもろいです。だって木を2つ買いちゃった。4月ですからね。新入りに名前を教えてあげなあかんから。確かに。新入りって言い方、新入りたちにママの名前を覚えさせなあかんから。鉛筆ありますか？鉛筆使ってます。鉛筆ください。シャーペンならあるよ。シャーペンでいいです。これの名前は何でしょうか？猫。違う。いやー、取られた。お餅。違う。ヒントちょうだい。アイスの名前。色似てる？うん、クッキー&クリーム。いや、そう。それみんな知ってんの？みんな何回か言ったことあるんで。みんな知ってる？アイスの名前バニラちゃん。違う、そういうことじゃない。アイスの商品。シャーベットちゃん。商品名。モーちゃん。ナチュチョコモナカジャンプじゃない。そう、もう、こういうモナカ。もう違う。もうそう違う。そうピノ。違う。あ、一人答え出たけど、もうそうピノ。その省略。もうそうピノ。もうそうピノ。あゆみの好きなアイス。あ、何回も食べてる。あ、二人答え出た。パルム。違う。それチョコあるじゃん。チョコバッキー。チョコじゃないよ。もう目全体が真っ白。バニラモナカジャンボ。それもモナカじゃん。バニラモナカジャンボ。略してそっちじゃない、うん、略してバモ、うん、あ、そっちじゃない。バモジ。バモジちゃん。答え出た。え、じゃあママコメント見られへん。バモジちゃん。違うアイス。何おるん、書く人。いっぱいおる。あいっぱいある。数えて。正解は
待って、ママまだせチャレンジしてるんだけど。なんか違うアイスやって。どんな味？え、バニラ食べてるわよ。だけ、バニラだけ。え、味はバニラ。カップ棒。ああ、どちらかといえば棒。どちらかといえば食べ方は棒。ハーゲンダッツちゃん。違う。ハーゲンダッツちゃんとか嫌やわ。え、みんな分かってる。みんな分かってる。1,2,3,4,5,6,7,8,9 10,11 うん、そうそう。その、あ、そう、答えは2人出ました。あ、違う違う、1人や。そっちじゃないねん。そう、略語やねんけど、そっちじゃないねん。36,37,38,39,40,41,42,43,44もあるよ。44もあるの。44人もいてくれてるよ。ガリガリ君じゃないってば。1,2,3,4,5,6 を4で割って。6を4でもある。じゃあ44を6で割って、44を6で割ったら 7.7 枚。7枚でも8枚。5で割って、44を5で割ったら 8やけど9にしといて。失敗するから。違う、8だったら足りないよ。なんで8540で4で、あと4枚、あと4枚だったら、うん、44。ノーミス。うん、間違えた。1,2,3,4早く答えて。あ、わかった。もうバニラのアイス知らない。ママ答え言うよ。うん、ゆきみちゃん。ああ、やった。なんだじゃない。まあ食ったのは闇やけどさ。ゆきみ大福ちゃんか。違う、ゆきみ。 え、ゆきみ大福をが元。大福ちゃん。違う、ゆきみちゃん。仲いいお揃いの子はみんな食べ物の名前にしてる。一番仲いい子はこの白色のウサちゃん持ってんねんけど、うん、その子はホイップちゃん。ホイップちゃんかわいい。うん、白色やから。でもう一人はカステラちゃん。カステラちゃん、うん、ちょっと自分の一番好きなスイーツってこと。うん、違う。色、あの名付け親がおって、うん、その子がその色を見て一番最初に思いついた食べ物の名前。うん、え、むず。いや、今ねある感じに苦戦してるよ。これに名前を書く。貼れる？貼るやつある？のり？壁に貼るやつ。マスキングテープ。マスキングテープある？マスキングテープ。マスキングテープあるん？あるよ。でかちっちゃい方で、細い方さ、なくなっちゃった。ねえ、もうある。やばい。何が？あるは曲が頭から離れ。ママ今日ずっとあれやった、虫のバラードやった。闇のせいや。ほんまに。ナミあれ昨日聴いた曲。虫のバラード？違う。あ、今日の頭の中。うん、傷つくこと。別に歌ってもいいやつ。違う、ちょっと23や13とかして。ちっぽけな3、20
無言になるね。ん？無言になるね。無言にならんとってくれへん。だってしゃあないやん、あやみのえくぼじゃないわ。じゃあママがそれ書き写せばよくない？ママ切って、あやみ切るの無理やから。あぶね。今日さ、うん、買い物行っててさ、うん、仕事終わりに持ち、うん、さ買う、そのレジに並んでる時にさ、うん、パッて見たらさ、レジの前なんていうの、鏡やったりするやん。スーパーって急に鏡とかあるやん。あらららら、らパッて見たらさ、うん、もう見たことないぐらいのおばさんやってさ、うん、自分が怖いね。怖かった。怖い話なこれ。いろんな意味で怖いな、怖いなってそう思ったんですよね。怖いな怖いなって、自分ってこんなんなんやって、うん、怖いな怖いなって思った。すっぴんの自分うん、怖いな怖いならしいです。触れ幅すごないと思った。学生証持ってるか聞かれる、うん、かすごいおばさんかみたいな無理無理ってなんだ。無理、もうやだ。もう学生証はさ、ママがさ学生の料金しか言ってないからでしょ。え、ちゃうで、むしろ大人料金しか電話で聞いてないです。え、じゃああやみはママが若く見えるから学生証ありますかって聞かれたって思ってなかっ、思ってくれてなかったってこと。え、2回目はな。なんで2回目の時はさすがに学生の服じゃない。っうん、服ってか顔じゃなかったもん。1回目の時はバチ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 って言ってか、なんか可愛い格好で言っとったやん1回目の時。うん、なんか恥ずかしいからやめてや。あ、ちゃんと決めてる日やったやん。やめてや、なんかちゃんと決めてる日そうじゃない日あんな恥ずかしいから。あと今はみんなってちゃんと決めてないよ今日は。え、アイドルたるものずっとちゃんと決めとかなあかんのじゃないの。だってもう遅い、全然コメント読んでないけど大丈夫あんた。で、あとちょっとで書き終わるから待って。クレンジング欲しいな。はい、44人もいるよ。あら大変。よし、かけた、かけたどん、かけたどん。え、じゃあ書いてきや。はい、もうあるよ、うん、ペンあるの。ペンあるよ。ついでにみそらの絵描いて。え、みそらの絵、あれ何の話してる気が。ごめんちゃう、これサイチばかりのギャル曽根並みにご飯9合。ママ食べんの一人で。ママご飯9合も食べられへんよ。さあさあ、お母さん墓はいいですよ。あ、さあお母さんは可愛いですよって棒読みで言ってくれてんやろ墓はいいですよっていうこと。力持ちが、うん、棒読みで。棒読みやめてもろて。誰この稲川淳二、淳二。伝わった、ママが今稲川淳二のモノマネしてた。誰それ。怖い話するおじさん。へえ。怖い。怖い話。たまにたまに、うん、世にも奇妙な物語とか見る。怖いな怖いなって言うね、この人喋る時。不思議だね、だね。あ、見てレアつながり桜や。つながり桜とか初めて見た。え、どう書くのが正解。どうでもいい、どう書こうか、どう向きでもいいか、どう貼るかによるんじゃん。あ、じゃあこう貼っていく。あ、いいやんいいやん。ちょうど、あ、ちょうどさ44枚なんやろ。だから 8桜と一枚かけ桜がかけるよ。何の話してる。もうないです、無視してください。何の話。5やで大体桜って。だから
五あ八桜八桜と四枚が一個四桜四、うん、桜ができる。これが八個できる。うん、それ八個貼れる？貼れ。でも貼らな貼った方がいいんじゃない？こういうのって。先？あ、そうか。じゃじゃじゃ壁にゆくゆくは。あ、そうやな。2位になったしな。2位になったしな。2位になれたしな。じゃあみが頑張ってデザインします。お願いします。1位とか書いた方がいい？え、1位が大きい方で、で1位から書いていく。そっか。え、じゃあどこから書こう。え、晴れへんのかい。1、2、3、4位が1、2、3、4位がでかいやつ。うん、OK、じゃあ5位からか。分かってくれて嬉しい。怖いな、はい、そこにね映ってたのは。順位ちゃうけどな。確かに順位じゃないんか。これ順位じゃないんし。何順なんこれ。じゃレベル高い順、うん、でもレベルたレベル一緒の人の中でもさ50音かなって思ったけどさ、そうではなかったっぽいね。ああでも大丈夫、4人上から4人がレベル上やから、うん、大丈夫。上から書いてるけど上から書いてあかんって話して、うん、なんかこういう、あ、そういうことね。ちっちゃいし細い。だって、あ、そうか、映らないよ。なんかさ、表彰状みたいに書くんかと思った。今から別に好きに書いて。え、下からでも上からでもいいねんけど、ここに表彰しますみたいな。待って、いいじゃないもん。だっていいじゃないか。うん、なに、じゃあ5人目。あ、人目5人目って書くん。5よしさ、だって同じ15レベルでもさ、同じ15レベルやけどさの中でも順番がよう分からん。順番ないもん、これ多分適当ちゃう。適当な。だから言いつけたらダメ。じゃあ50丸に、あ、50間違えた、5、うん、5丸にし、5丸にし、5でもないって。だから5番目でもないねんって。5番目違うねん。上から5番目違うねん。だってじゃあ上から5番目の 1,2,3,4,5 の、うん、あ、じゃあ何レベルって書く。うん、 OK、 何レベル。15番目なんで5番目から書くん。だから5番目から下から書いていったのが分かりやすいやん。確かに。はあ、15レベル。じゃあ15レベル。あ、そうか、15レベルか。ヨシさんから。え、ヨシさん書いてる。ヨシさん、うん、それ10。え、大きく書きや。うん、5レベル。え、なんかこう無限に髪切ってんねんけど。よ、これさ1時間半で終わる？終わらん。はは、よしさん終わらんらしい今日。あ、見えな、なんか細いって言ってん。でも、マペンってなんや。マペン、マペン、ネームペンで、マペン、マイネームでさ。マペン謎るやんって。謎いいじゃん。下書きやん。下書きか。じゃあそれシャーペンなん。シャーペンこれ。シャーペンで書いた後マーペンで謎るってこと。マーペンやめて。マーペンやめてもろって。ちょ、一番綺麗な桜どれやろ。桜、桜ちょっと。かわいいやん。桜みんなで食べたや。ハッシュタグランチパーク。あれ、おかしい。見えるやな、これ。見えるやな。バランスおかしいけど、まあいいでしょう。可愛く描きたいということで。公演始まるって。ママ公演見てこようかな。何公演だっけ今日。ええー、知らん。あれ、こう、え、あれ、なんで、なんでなん、なんでなん、なんでなん、何がやん。もうできてる桜をかたどってそれと同じ形に作ろうとしてんのに入れ。なんでそんなことが起きて。はい、15かた、どこまでが 15? えー、誰さんまで言ってくれれば。15は、うん、なゆさんまで。なゆさんまで。
あやさんまでみんな15。あやさんから15ってこと、つまり。うん。OK。で、その上がシュミルナ。折れへんように警戒を持つ。で、ちゃんとさ、ちょ、持って引っかかった。レベルも書かないと。デコ、デコ3までが16。で、え、フリーハンドの桜ちょっとやばい？変？形？かわいい？かわいいんじゃない？ちゃんとかわいい？うん、でも形はできるだけ一緒の方がいい。もう無理。なんで？だってつなげるからさ、ちょっとさ、なんか気持ち悪くなっちゃうで。こっちの方が可愛いか、こっちなぞろじゃ。あ、え？これかな。20が23で20。え？書いてくれへん。とりあえずさ、15終わるまで書いてないやん。だってさ、それもうすぐ、もうすぐ書けるからやめてよ。あ、反抗、反抗、反抗期。もうすぐ書けるから、一番なんか やめてっていうとこ。あ、反抗、反抗期はもっと。だって早く書かないと終わらないよって言ってる。今さ、めっちゃちょうどいいとこやねんやんか。うるさ、おばさん。おばさん、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 こっちの方がおばさんやし、おばさん、おばさん、おばさん、19歳も違うし、おばさん、おばさん、おばさん、19歳も上の人に言われたくないです。おばさん、おばさん、おばさん、おばさんが言ってる。おばさん、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 おばさんがおばさんって言ってる。ママおばさんじゃないし、おばさんじゃないなら、おばさんじゃないし、ママがおばさんじゃないなら、どうせおばさんじゃないです。動きはね。でもあやみよりおばさんの子おるし、あやみのことあやみってぶな。え？なんで？おばさん、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 おばさんって言った方がおばさんです。チョキチョキ。もういける？何が？もらいます。全部いけます。大丈夫？ベベベベベ全部いけるって。ほんまや、雑談じゃないな。ほんまや、俺配信するところ。ありがたいな、みんなそういうの気づいてくれてね。で、マイクはだって芯がなくなっちゃった。入れないトマト、あ、いい感じのタレさん、アルミ缶の上にあるみかんさん。ところであやみ何やったん？ん？2ツーだよ、ツー。同じような感じにしようかな。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く。そんなそんなコーラスない。私たち明日の自由と、自由と。なんかそんなコーラスないって。勇気をくれれる。歌詞でもあんまり覚えてない。あ、待って、間違えちゃった。まあ、いっか。え、こういう感じにしていい？それともさ、この形に合わせてさ書いた方がいい？あ、
これで、でもこうなっちゃうよな。もうさ、もう壊っててんじゃん。桜作ってや、でっかい桜の木。無理すぎやろ。無理すぎやろ。ピンクの画用紙1枚しかないのにさ。でもこう貼ってたらいいんじゃん。いや、花びら散ってるみたいに貼る。あ、バラ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 。いいやいいや、それがいいや。で、1、2、3の良いの方を上の方に、あ、レベル上の方の方を上の方にか。真ん中、どこでもいいと思う。うん、何でもいい。そうですね。あやみちゃんの好きにしたらいいと思います。あやみちゃんの好きにします。ね、あやみさんの好きにしたら、ね、ある程度年が経つとね、もうママからは言うことはないんです。その練習、その練習中なんです、ママ今。あ、もう自分も言わないようにするってこと。そう、もうママは何も言わないんです。まちさん、まちさんや、まち、まちこさん、違う、まちも間違えた。マチコって言ったから、マチサコって書いちゃった。え、どういう小離れしたことある人、え小離れもうしたよっていう人。あ、したよって人。うん、もうしたよって、もうこんなんだったよっていう人。なんでもかんでもね、ママがね、言わなくてもね、できるように完全に完全にはいって、はい、なんと肉親離れした。肉離れもいる。自分が親離れしたよって方も、みんなちゃん、だいたいそれ、みんなよな、みんなよな。どっちかじゃない。どっちもしてない人おるかな。え、そのイチゴ俺どうしたの。買った。何で。ママが、あの、お財布の中に入ってる小銭いっぱいくれたやんか。え、電車代は、うん、え、足りたん。足りたよ。ちょどういうこと。まあ、いいか。行きはママがくれたあれと、うん、帰りは自分のクレープ代と。え、じゃあママ、え、ママ、え、ね、ママ、ママ、クレープ代だけ返してくれればいい。急ぎすぎて覚えてないかもしれないこの人。もしかしたら。まあいいか。なんかさ、アミがクレープ代で帰るわ。帰ってくるわって言ったら。え、ママさ、うん、行きと帰りギリギリ分ぐらいは渡したやろ。いや、そんななかったで。絶対嘘。言うて200円ぐらいしかなかったで。嘘じゃん、値段やったらあかんで電車の。じゃバカ、もらったな。じゃあってことは200円以上の距離に住んでねえなって思うや、わかるやん。それはそうやろ。てか一回言ったことあるし、ママ間違えて。でもさ、ママか、ママやで、いはじ一番最初やった。200円圏内とか近っ。いつか200円圏内に住もうな。住みたい、マジで住みたい。高校生になったら引っ越そう。いや、高校生卒業したら無理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 。でもさ、なんやかん言ってママお金ないから無理って言いそう。あとあと。このさ、うん、みんなの配信の前でママお金ないからみたいな言うやめてや。じゃあ将来的にな。将来的の方があるやろ。なんで今なくてさ、将来的の方がなくなるん。なんか物価高、物価高が進んでさ、いっぱいなんか土地も高いやんか。マンションも高くなるやろ。いや、そんなもうちょっとあの余裕出てくる予定やねんけど、もうちょっとが分からんで、だってもっと厳しくなるかもしらへんで。そうやな、うん、政治のせいやな、選挙に行こうやな、だからこれは。いや、もう絶対ママはあの難波の劇場から歩いてす、歩いては近すぎる。歩いて帰れる距離に住む。それは危ないです。あやみがあれ買ってくれんのやろ、パークス、ナンバーパークスの上のあやみが買ってくれるって言ってた。え、あやみでもそれさ、うん、なんか20年後ぐらいって言ったくない。ちゃうで、7年後って言った。あ、7年後って言った、うん、ナンバーパークスの上、横横かな、あれは前、
わからん、どっかにタワマンあって、それママが見上げてて、うん、じゃあやみやろ、あやみやママと待ち合わせしてる時にあやみが、あやみがタワマン見上げててで、いいなって言って、うん、あやみ買ってって言って、うん、言ったら7年後なって言われたから、うん、エントランスが綺麗やった、いいよな、ホテルみたい、ナンバーパックス丸ごと買ってはやばいやろ7年後にだからあそこ住めるらしい、やったー、さあね、ママもちょっとは出すからさ、ちょっとどころじゃないけどね、タワマンってなったら絶対買われへんの、3分の2は払ってね、3分の2で、3分の1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 でいいの、3分の1、嘘、4分の3払って、4分、増えてる、そうやったら3分の2の方がいいそりゃそうやん、すごい分数習ってたらこんなところで役に立つねんな、じゃあね、またコメント読んでない、ママがどっちもな、どっちも やらないと意見からさ、買い物に行くん大変かな、パークスの上やったら、確かに近くにスーパーか薬局かコンビニか、ライフあるよ、ライフあるな、コンビニは、コンビニはでも大阪コンビニトイレないから嫌、パークスの下にローソンあるやん、コンビニトイレがあるとこ、じゃあコンビニにトイレがあるような地区で、うんうん、でできるだけナンバリン近いところある程度離れてるけど都会すぎ、都会すぎるのは嫌や、いやでも歩いて行けるとこがいいもん、まま劇場まで、いやいや、なんでトイレないから嫌、歩いて行こう、トイレ来るんで家帰ったらいいねんね、トイレ行きたかったら歩いて帰れんねんから、治安のこともあるやんか、治安か、うん、治安いいとこってどこらへん、ここらへんで分かんない、ナンバーここらへんじゃない、ナンバーあたりで、ここは治安いい方やと思ってる自分で、ナンバーあたりで、うん、治安いいとこどこ、みんな教えて教えてとか言って、じゃあそこいいなって言ったらもうあ、大黒町いいって言うよな、マモ聞いたことある、マモ友達にめっちゃ勧められたあの子が前住んでたんや、どの子、あやみの知ってるあの子が、あやみの知ってるあの子、うん、最近会った、最近会ってないかもしれない、誰や、最近いろんな人に会ってるねそうやね、最近ママいろんな人に会おうキャンペーン中やからさえ、そう、なんかな、悔いのないようにする、そう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 、なんか謎の悟り開いてます、今宮恵比寿駅って読むかな、これ今宮恵比寿駅のタワマンなんかいいんじゃないって、そうエレベーターはさちょっとな、え、だから5、6階にしとこうギリギリその災害時も階段で上り下りできる程度大阪に治安いいとこあるのって言われて、あります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 、あるでしょ、あります、え、マサノさんってどこなん、大阪じゃないん、あ、市のこと言ってる、もしかして大阪市内で、うん、就活、就活、そう、就活、就活しなへんで、ママはしなへん、ママはしなへんやねんけどあ、そういうことそういうことか、わかった何が、え、あ、違う、いや、さっきあったなえ、あ、違う違う、その子じゃない、違うよな、その子じゃないけど、うん、大阪市は、てんてんてんやママはしなへん、やばいな、あいもしなへん、タワマンだとそもそも、そうやんな、エレベーター待つ時間ちょっとまあ無理かも、忘れ物とかよくするから、だからだから階段で上り下りできる程度の、あ、そうか、じゃあ2階や、2階、無理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 、それは低すぎる、3階やや、5、6階5、6階はエレベーターいるって運動になるでしょ5、6階はエレベーターいるやろ、高槻市は遠くないか、高槻市はナンバー遠くないけどいいとこそうやんな、遠くない、ママ高槻出身の人とめっちゃ気合うねんな、あぶな、もう自分の市言いそうだったやんか、なんでやねん、まるまる市の人がって言いそうになって、滋賀は、滋賀いいよな、なんか土地めっちゃさ広いのが安いって聞いたことある、え、じゃあ滋賀で一軒建てる、いや遠いもん、なんで出勤な長くしなあかんの、鶴橋は人多い、いやいや、大阪市内はみんな人多いよ、そんな言うても、だからもうここがいいって言ってるでしょ、
高崎市もええよ、群馬県通うん遠すぎ。あ、でも西山とちょっと近くなるかもね、実家と。ほんま西山の実家とな、うん、みんなの実家と近くなるよ。栄、あ、栄や間違えた。栄は栄なあ、20、あ、栄か、土地安い。和歌山に家建てて初の和歌山県民になる。あ、確かにそれもいいな、遠いけど。あ、中崎町いいやん、中崎町がいい。おしゃん、おしゃんなん、おしゃ、なんかカフェとかいっぱいある。滋賀県は、え、いいやん、滋賀県は電車一本で大阪も京都も見えんもん。え、すごい日本橋は近すぎ。日本橋がいいわ、本当は。堺筋本町とかがいいかな。あー、長堀橋とか堺筋本町とかか、どこやったっけ。福岡、福岡遠いかな、福岡、福岡遠いかな、福岡遠い、福岡遠い、福岡遠いかな。そうやな、御堂筋線一本な、上本町とかもいい、なんか治安良さそうなイメージあるし、うん、この前歩いててさ、なんかちょうどいいぐらいやなって思った、うん、あ、そうそう、北浜、北浜ね、書いてる？書いてます、すいません。何枚書いた？何枚書いた？書き始めてから何枚書いた？4枚書きました。遅っもう、だってコメントも読まなあかんねば。飛行機で一本じゃない？福岡。確かに、確かに。でも関西空港から電車で何分ぐらいやろ。関西空港から、関西空港の近くに住んだんや。じゃあ堺、堺とかの、じゃあ堺に住む。残り1時間15分いけるかな、頑張れよ。あって、ネムペン、どこ、ネムペンどっか行った。頑張れよ、もうママがもうあれやで。あ、ダザイフ、そうやな、コメントそうやな、ごめん、ママが読め、読めって。あ、ご飯炊けた、ご飯炊けてもうた。ダザイフね、ダザイフこの前社会で習ったよ。歩きながら家探し、そう、家探してるよな、よく、うん、あの前はこの前のさ、そう、ご飯食べて東京リバブル、東京、東京リバブルのやつ、どっちだっけ、東京リバブル、下がって東京リバブル、ちぇ、気持ち悪い。それで、そう、え、東京リバブルってさ、何の会社なの。CM みたいなこと言っちゃった。じゃ不動産、不動産屋さんがで、な、近くに、うん、でだから不動産屋、不動産屋、たまたま見た不動産屋が不動産屋さんが全部言えてない、不動産屋さんがあの東京リバブルやって、東京リバブルって不動産屋さんなの、うん、不動産屋さんってむずいよね。不動産屋でいいんじゃない、もう不動屋さん、すんじゃ、ふ、それ不動で、そうそう、 家のさ、名前みたいな、あの家のさ、賃貸のだいたい飾ってるやん、飾ってるやつを毎回見てるよな、見てる、チェックしてる、どこで、うん、どこ行ってて も最近バーバーも見てねんな、それなんでなんバーバーもなんかいい、あんたが住むならどこかなって、一人暮らしのいいとこないかなって言ってあ、え、ママが、違う、バーバーが、なんでバーバーが一人暮らしするのえ、なんでママが一人暮らしする、ママやん、ママか、ママなん、ママが一人暮らしするって言ってん、え、ママが、もうママが家でするからやん、なんで言ってたやん、ママが、あゆみがこの町出たくないから、うん、ママが一人で難波の近くに住んで、うん、あゆみが朝早い日に泊まりに来たらいいやん、うん、あ、で、ママがここ来てくれるってこと、そうそういうこと、確かに言ってたな、それ、そうしようじゃ、ケテ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 じゃないなんで追い出されなあかん、あ、コメント読んでませた、太宰府おすすめ美味しいものたくさん、それ言ったや、今やみ、何が美味しいの、例えば明太子、明日、明後日、しあさってかな、これ、ん、朝明後日、しあさってじゃない、ししあさってじゃない、福岡下見してくれ、してきてくれるってじゃあ住みやすいところ、案件ですかじゃないよあみちゃんどんな部屋に住みたいの、あみは、うんと、憧れは
一軒家で螺旋階段、一軒家で螺旋階段で、柵は透明のガラス、ガラス、それもあれやん、昨日行った友達んちやん。螺旋階段に憧れてんの、あめは。じゃガラスじゃない、チャックは普通の柵でいいわ。螺旋階段に憧れてん、螺旋階段がある一軒家、むずっ。でウォークインクローゼットに自分だけの、さあゆみの部屋広くてそこにウォークインクローゼットが、豪邸やなそれは。あんまないでいい螺旋階段。なんであんまないかって言ったら不便やからあんまないんやと思うで。なんでママはそう思ってる。なんでわかんない。螺旋階段の人いますか。ハリーポッターみたいに階段の下に住む。螺旋階段の下に、螺旋階段じゃない、螺旋階段にしたのにその下に住む。螺旋階段じゃなかったらその下に住む、ね、わけわからん、わからん、どういうこと、どういうこと。螺旋階段じゃないんやったら、うん、その階段の下に寝るところを作る、うん、でも部屋は、自分の部屋は広い。じゃあ書いてる。書いた。何回目。5回目。あ、したこと間違えた。書いて。あ、梅ヶ谷餅って聞いたことあるかも。ママ食べた、なんか食べたことあるかも。福岡行ったことないけど、梅ヶ谷。あ、いやん、やめてよ。梅ヶ谷サービス、さっさ賃貸案件、案件。螺旋階段しかない家、梅ヶ谷。やぶしたしゅうちゃんの家、螺旋階段あんねんて。住もうかな。お話大好き、かわいいやって。何でもかわいいって言って。あ、なんか進んでる。頑張れ頑張れ。下書きをしなくてもいいぐらいな。確かに家具運ぶめっちゃ大変。螺旋階段の家の2階にさ、うん、ソファーとか入れ込むめっちゃ大変や。どういうこと。螺旋階段で2階に行かなあかんやん、うん、その螺旋階段を上がって家具の搬入をしなあかんやん、うん、大変やん。ソファーとか入れんの。それってさ、どの階段でも大変じゃない。そんなことないやろ。まっすぐの階段だ、まっすぐ上がるだけやん。あらせ、あー確かに、あー確かに。えっ、ちっちゃ。え、螺旋階段ってさ回ってるやつやんな。うん、うん、そうやな。いや、昨日行った友達んちは螺旋じゃないけど、うん、なんか柵が透明やってんな、うん、それに憧れたの。で、あやみはあそこいらない。どこいらないの。ここわからんわからん。ここあーわかる。こうの階段がいいってこと。こうで螺旋階段や。これ5、6枚目。書きや。もうママ桜切り終わんで。ママ書いて。じゃあご飯も炊き。なんでママの名前とレベル書かなあかんの。誰が嬉しいんそれ。書いてもらえたらええ。さあ、推しに、推しの家族にも。推しに書いてほしいわけであって、推しの家族に書いてほしいわけじゃないの。書いてほしいですよね、皆さん。書いてほしくないですよね、皆さん。書いてほしいって言って。書いてほしくないって言って。誰が喜ぶねんって書いて。ハートがいっぱいの神社です。太宰府恋の木神社。書いてほしい。ほら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 、誰竹則さん悩む。書いてほしいな、書いてほしい。ほら書いてほしい。巻き舌やめろ、巻き舌やめろ。ほらほらやめろ。ほら、あ、出てきた。笹岡さん推しってさ言ってくれてる人おったよな、時々。笹岡さん推しですね。誰やったかな、ママ覚えとってんけどな。おもろい。1位の、1位とか1番、1位か、ムーチョさん、ワイワイアミちゃんがええやってさ。
辛そうすぎんねん。ほら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 、ママそれできひんねん。できる、わき舌できひん。どうしてずっとできひん、小学校の時からさずっとできひんこといっぱいあった。巻き舌もさ、スキップもやろ、スキップも小学生がさやるやん、巻き舌とか、うん、ルルルルルルってやるやん。あ、それできひん。小学生の時さ流行るやん、る、うん、あれあれ、それもできひん、指パッチンもできひん、うん、できひん、スキップもできひん、うん、もう何もできひんやん。逆上がりもできひん、あやみけん玉もできひん。けん玉もさ、ママ3年間やらなあかんかってんけどさ、うん、3年間やってるふりして乗り切ったもんな。もできひんから、けん玉もできひん、もうママ何もできひん、うん、こうやって桜、桜、桜、紙、なんかいらない紙ない？ん？どうやろう。この子のモバメ取ろうと思ったけど負け舌怖いからやめますよ。なんでや、なんでやね。いつもしないんです。いつもしないんですよ。あやめが今わざとやってる。あ、もしかして自転車乗らへん？自転車乗れる。あ、自転車乗れます。ありがとうございます。歌がうまいやって嬉しい。あやみやろ。え、ママやろ。あやみだって今歌っとったもん。なんだしゃー、ママ何もできひんって言ったからさ、フォローしてくれたんかと思ったよ。え、でも時差あるよ。だから時差があるぐらいのコメントが来てん今。ママのできないを全て吸収したい。ママやでやって、よっしゃー、ほーら、だる、だる、だる。でもあやみは巻き舌もできるし、スキップもできるし、指パッチはできひんけど逆上がりもできるもんね。指パッチできひんのかい。じゃあ見んといて。え、これママの見ていいやつ。じゃ紙なんか切っていい紙ない？それ切ったらかものたちやねんけど。全部？うん。あやみはそれをさ受験のために置いてんねん、全部一年間。えら。えらいやろ。受験するんっていうか高校生なるの。う、うん、もう怖い喋り方やめて、可愛い喋り方のあやちゃんになって、高校生なるの。お勉強ノート、お勉強ノート着ていいよ。すごい、なんかオブジェみたいないっぱい貼ってる。これは技術の宿題。オブジェいっぱい貼ってる。うまいやろこれ、自分で書いてんねんで。ちょっと怖いページ見せてあげるな。はい、じゃーん。怖い、怖い。じゃーん。ママダンス、ママダンスできひんねん。あー、やみ勝った。待って待って、何対何よ今。指パッチンできる？できひん。さあ、もうできんから。で、うん、逆上がりは？できひん。できる。スキップ。できる。できひん。あと巻き舌。できる。できひん。あと何？ぷよぷよ、ぷよぷよ、あーできるしね。まあぷよぷよ下手やね。大富豪、大富豪できる、できひん、何もできひんねママ。大富豪一時期めっちゃやってた。大富豪ほんまに下手やね、もう何もできひん。口笛。やって、口笛ってさ笑ってたら吹かれへんよな。ママできとったのやな。ママできるときあるけど今できひんさけ。いつもできるし、ね、どっちもできひんやんか。できる。あ、夜に口笛吹いたら土の子くんで。夜じゃないまだ。あ、まだ7時か。夜、夜やわ。で、なえさんまで帰ったから、お、次16レベルになります。あ、さすがさん、バイクを運転できますね。それは年齢の問題です。できる。理不尽です。理不尽ボールです。あとは、あとはダンスできない。あやみもダンスできない。でもママよりは形は綺麗です。あー、まあな。でもママの方が覇気あります。それは体の大きさの問題です。違うで、ママの気持ち、マジビシッとミソラぐらい動くからな、ママ。いや、そんなことないで。そんなことあるもんね。だってダサさが立ってんねん。もうしゃあないや。ムカつく反抗期。いや、もう反抗期じゃないやろ全然。
トゥワイス？トゥワイスじゃないよ。やめて。トゥワイスじゃないよ。失礼です。ごめんなさい。けん玉できないの？けん玉できる？あ、けん玉できる。今7週ぐらい前。あ、やめちゃわない。自転車乗れんで。ママも自転車乗れる。ママいつぐらいから自転車乗れた？5歳ぐらい。鳥を取る？取るを取り？なんで？鳥取ってどっち？あ、間違えた。鳥取る？どっちで書いてんの？ひらがなで書いた。なんでひらがなで書いたん？鳥取太郎さんのこと？うん。鳥取太郎さんは鳥からやで。鳥から？うん、よっしゃー。鳥太郎、鳥に取る、鳥を取る。鳥太郎やばい。鳥を取る。ママは吐き使い。吐き使い。太郎さん。まるまるまる。萌え台詞はあゆみできる？無理無理。ママできひん。無理無理。引き分けや。全然引き分けじゃないで。なんで？あ、そういうこと？あ、そうやな。引き分けじゃないんや。これは、うん、萌え台詞は引き分けじゃないや。あ、引き分けやな。むず。あ、おっきい桜、かわいい。いい感じ、いい感じ。この2956ってどういう意味なの？あ、分かった。ママやる気ある。ダンスないこと、悩みがないみたいな言い方せんといてよ。あるん？あるわ。あるらしい。ないわけではないしな、別に。なんか悩みがなんかないみたいな言い方してますけど。あるんや。あるんや、やめて。ん？あ、こっちか。で、こう持ち人って書いてた。なんかインクの切れが心配。44人も書いたらな。うん、あ、まだあるかいね。お、うん、17レベルに達しました。ドゥドゥドゥ。アイソレできる。でもアイソレできる。闇の方が幅広い。そんなことないよ。動いてる。ママ動いてないで、ほら。ママミラーボールが光りながら回れる。回りながら光る。確かにママ職場は明るくできる。でも今の職場ちょっとおとなしくしてるから。でもアミだってね、アミだってどちらかっていうとそっち側の人間やしな。え、新しい、あ、まだか学校。まだです。新しい学校行ったかなと。新しい学校じゃん、新しいクラス始まったかなと思ったけど、まだか。だってアミ自分で言うのもあれやけどさ。自分で言うときいいじゃん。やめとき。1年の時はどちらかといえばな、明るい人気者だったの。うん、基本誰でも喋れるけど、まあやっぱり一番仲いい子はおるっていうタイプ。ママはあんまそういうタイプじゃなかった、中学生の時。うん、らしいな。うん、ママはあやみのあの写真で分かったやろ。あれ？どれ？あ。ママは遅刻できる。あやみもできる。遅刻できる。これは罰です。ダメです。ダメです。叶います。あ、職場分かるけどできるってずら。毛生えてるねんな、ちゃんと。叶いますよ。待って、私の言葉を聞いてくれてありがとう、キヌガラ。あやみ、キヌガラさん。ガサでもないし、ミーも違います。そうなん、ミーは漢字が違うの。キヌガラあやみだね。キヌガラあやみマジで一番わからへん。バーバに笹岡さんはの反抗期のこと聞けた？やって、え、聞いてないわ。聞いてないらしい。あんま反抗期なかったで。絶対バーバーあるって言って。え、ほんまにほんまにほんまに。なんか言われたもん。
バーバ見てたら LINE ちょうだい今見てたら LINE ちょうだいどんな子やったか今いや反抗期お前あんまなかったって誰からバーバから違う18トゥルルルルルルルレベル上がった？うん、よしよし、これ結構書き慣れてきたよ、闇。まあもう桜切り慣れてきたでやっと、うん、やっとってなんなん、あやみ、あやみたちやっと、おや、あやみの様子がでででででで、あやみはででビーレンだ。でなんで、え、あやみは進化したくないの、さしたくないか、ビーレンダでレベルだけ上げてる。でで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 で、職場から遅刻しないでくださいで来ましたか。うん、大丈夫。暖かかった？え、うん、よかったね。あかんねって言われたでしょうね。あかんでしたねって言って洗っといた。でしたでしょうね。すいません。ジョーさん、あかんねって言われた。あかんでしたね。すいません。どんな人に、なんか一番偉い人に、一番偉い人に、うん、優しいね、優しい、いいね。基本さ、ママの仕事ママしかせえへんから、ママが遅れようがママが困るだけ。確かにな。あ、間違えた、あ、間違えた、18さん、18さん、これ裏あかんよな。だってもう神ないんやろ。神ないよ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。おかげでルームス動画見れましたやって。りょうさん書いたからマスオさんか。あ、遅刻の嘘ついてない、ちゃんとね、今起きましたって言ってたな。だからあかんねって言われたね、うん、あかんねって言われたから、あかんですね、ごめんなさい。なんかでかい、これだって あれやもん、ちっちゃ、四天王やもん、これ四天王やばい、早見四天王の分やもん。第1回は三角やろなって思いながら3回いけた。え、それくれんの、やって、これくれるん、くれられへんよな、どう頑張ってもくれられへん、怒られちゃう、あげられへんの、うん、あ、炭酸せいべいさんや。ちょっと言えてない、おもろい。炭酸せいべいさんてか焼肉丼は、そうやった、ご飯炊けた、帰ってきた、食べて、ちょ、間違えた。作ってください。あ、19は何でしょう。そう、あやみの出席番号でした。そういうことか。向かい風が強くて遅れました。おもろい、ドンキのゴミ箱とかに捨てといて、めっちゃおもろい、拾うから拾うから、ダハハ言っちゃった、めっちゃ下品な笑い方しちゃった、めっちゃ面白い。あやみの過去のルームス見ていたら、年少のあやみちゃん可愛かった、やって、ウェーイ。あのエルサ歌ってるやつかな、ラレゴーだる。なんなん、何今の、レディーゴーみたいな。あー、ぶね、よし、川に流す、素敵、みんなに届きますように。ロマンチスト、あ、じゃあじゃあじゃあ、ロマンチスト、ウルフさんやん、おもろ。あの、これを風船の、風船くっつけて、あ、くっつけて、飛ばして誰かに届く。おもろい。今の大阪の時間が19時8分って本当ですか？本当っぽい。それぐらいっぽい。めっちゃおもろいやん。誰かの手に届きますように。素敵やな。川に流す。素敵。環境大丈夫か？みんなに届きますか？溶けていくかな？溶けちゃうか？溶けていくね。え、でもカメが食べちゃったらどうしよう。カメが食べちゃうの？カメ食べちゃうよ。風船ええな。いや、ほんま風船いいよな。届いたら運命やもんな。でもさ、その風船がさ、海に落ちてさ、うん、で、あのカメさんがさ、食べ物さ、勘違いして風船食べて喉に詰まってさ、亡くなっちゃったらどうする？どうする？どうする？あかんな。悩みのいちごミルク。あかんね。あかんね。
だるまで書いたっけ、うん、瓶に入れて、うん、あ、うん、なんかカラオケの背景映像でたまにあるやつ瓶に瓶に入れて海に流すか、うん、造幣局の桜の木に乗せとくいいな、今桜いっぱいふっついてるからさ、ふっついてる日本語不自由日本語不自由さん、日本語不自由親子すぎておもろい造幣局行きたい、行ったことあらへん、あらへんの、うん、行ったことあらへん、どこの人行ったことあらへん、花見やっていうか、ね、花見さ、花見しようやみんな今さ焼肉食べてすぎて花見しか聞こえない、みんな花見し、花見じゃない、じゃあ明日しよっか、みんな花見しようや、みんなで、うん、いつもしてるとか、花見いいね、花見いいよな、花見美味しい、ママ塩タンと花見ばっか食べる、塩タンと花見二択、さあご飯作ってこよう、作ってきて、バイ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 キン。でもさ、ママがおらんかったらさ、コメント読む人おらんくらんねんな。じゃあ、ママここで読んでこい。オッケー。てか、あやみかそっち行けばいいんじゃね？え、やだなんだけど、無理なんだけど、やだなんだけど、普通に無理なんですけど。前髪がしめじめ、じめじめそちゃうんですけど。アメリカそっち行けばいいということに気づいたので私も移動します。ちゃうで、アメたちが長く喋りすぎてるだけやで。月の向こうで、あやみの鈴のパートを取らないで。いかな、焼肉丼って言った、いたへい、最悪、なに、猫と、お味噌と、うん、ママこのいつものさ、ママのいつものこのこれとこれと前の煮物にしようと思って、うん、焼肉丼、ママミームや、ママミーム、ママミーム、ママミーム、ハッピーハッピーハッピー、もっと声高い、螺旋階段降りてくるほど長い距離じゃないじゃん、そんな豪邸でもあるまいし、あかないますように、ええよ、ええよ、よくないけど知らない、ええよ、いや別にいいんですけど、玉ねぎだけでもいい、玉ねぎだけにしようじゃん、うん、キャベツは別物にしよう、で、春キャベツちゃん、この春キャベツ大好き、よかったね、ほうれん草もどうにかしなんかのかに、ほいほい、うわ待て、あ、やばい、レインコーンもどうにかしなんかめっちゃいい匂いするこっち何もまだ何もしない、違う、そういう匂いじゃない、どういう匂い、いい女の匂いするいい女呼んできた、いい女呼んできた、誰かこっちのそのリビングでするいい女の匂いはママしかないでしょ、いやなわけないやんか、なんでそんなこと言うの、反抗期だってさ、それやったらママがさ、あやみの部屋来てる時もすでにいい匂いしてるはずやん、えでもママやろそんな、こっちの一瞬だけ香水の匂いがしてん、その誰のものでもない、でもあ、これちゃんこれやこれやママちゃうかったママの友達が家に忘れていったエコバッグでした、うんうん、え、女の匂いしてる、匂いしてめっちゃいい匂い、女の匂いなんや、うん、あ、ほんまや、女の匂いや、すごい、いい女っていい女なんですか、いい女、匂い、匂いするの、
ギャップ萌え。めちゃくちゃ美味しそう。うわ、お前これ何か、これ洗ったんかな。ああ、なんか柔軟剤の匂い。あ、柔軟剤の匂い。これ今聞こう。何使ってんの？何使ってんの？使う。いい匂いやった。エコバッグからってすごい。エコバッグからいい匂いって何事？ちょっとヤシチさん省略します。なんで？え、本名みたいな。あ、レモン、レモンの年頃好きなヤシチさん。ママかと思ったらちゃうかった。そりゃいい匂いした。でもママこの間友達とお買い物してるときにさ、うん、あの買い物中後ろで聞いてる。聞いてるってば。じゃあ途中で歌わんとってよ。だってレベルアップしてんもん。あやみのポケモン。お買い物中さ、ママの後ろ歩いてたらさ、ずっといい匂いするって言われたで。よかったね。だでもそれってさ、あやみもいい匂いするってこと？違う、ママの匂い。だって家一緒やん。でも違うね。いい女はちょっと違う、ね。でもあやみさ、友達にさ、虫湯って言われた。あやみあみたんにもさ、あやみちゃんは、うん、虫湯って言われた。虫湯って、そう、虫湯なんかしら。ほっこりするお家の匂いみたいに言われてなかった。あやみちゃんはお家の匂いって言われた。あやみはミルクの匂い。赤ちゃんから。赤ちゃん、エケちゃんの匂いする。この前会った赤ちゃんと同じ匂いした。あみ、この間赤ちゃんなんかあったっけ。うん、あ、昨日、昨日昨日アミに会ってさ、でその後にあの赤ちゃんの匂いだら嗅いだらさ、一緒やった。なんかやっぱ赤ちゃんってだから同じ匂いすんねんなって思った。赤ちゃんっていい匂いするよな。うん、食べたくなる。食べたくなるんか。ちっちゃくて可愛いから余計。昨日ほんまに可愛かったよ。マジで可愛かった。ママの友達の赤ちゃんに会いに行ってんけど、もう赤ちゃんじゃない、赤ちゃんとちびっ子がおって4歳の子供やってんけど、うん、もうあやみのことめっちゃ気に入って。でそう、なんかお姉ちゃん、お姉ちゃん可愛いねって言って、そうなんかもう4歳の考えうる、うん、もう口説き文句を言って、そう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 、もうかわいい。一緒にご飯食べてんけど、なんか、うん、なんだっけ、あとでお姉ちゃんおもちゃ買ってあげようか、なんか選びやとか言って、そう でも何々くん、あのおもちゃ、それお金持ってきてないやろって言って、お金ないんちゃうって言ったら、うん、あ、大丈夫、パパが持ってるからとか、だからあやみちゃん好きな選びとか、もんちゃ買ってあげるから4歳の男の子に口説かれててめっちゃ可愛い。そう、昨日ななんかあらゆる手を使って、そう、口説き文句を可愛い。っていうか、よかったらこれ食べ て, これ食べて、おやつとか、おやつ食べて、よかったらこれ食べて、で駐車場、車降りて駐車場降りてる時に、危ないから手繋いであげるとか言って、マジで可愛い。可愛かったな、ほんまにね。ちびっこやねんけど、でなんかその子幼稚園でちゃんと好きな子が おったらしいねんけど、その子名前聞いとってん、た、まあ、例えばゆみちゃんやとして、うん、その好きな子おるんとか言ってママが最初聞いとってんやん、その子に、うん、ゆみちゃんって言って、ゆみちゃんと結婚するって言ってたから、うん、そのあやみ来てから、うん、ゆみちゃんはって言ったら、うん、それしかとしてそう、全部しかと無視とかしてゆみちゃんの話出したら無視して、そう、無言で、なんか、なになになにちゃん、ゆみちゃんと結婚するじゃなかったんって言ったら、うん、ゆみちゃんみたいな、そうそうみたいな、めっちゃ可愛かったよな。めっちゃ可愛かった。で、その子にあやみのクッキーあげて、うん、あの可愛いやろって言って見せてるらしい色の人に、え、パパに、あ、パパに、うん、その子のパパにな。
何やってた、他いろいろやってたの、もうめっちゃ可愛かってんの。財力、そしてエンジェルマンで一応最後いいやん。ジェントルマン、ジェント、あ、エンジェルマン、エンジェルマンって何。天使、天使男。天使すぎて一人の男の子の人生を狂わせてしまった。最後に まだ4歳の男の人ってほんま可愛い人目の前にしたらさ、結婚決めてた人がおってもさ、うん、しらばっくれんねんなと思った。これが悪い男だよね。本当に悪い男にしちゃったよ。もう可愛すぎて、もうほんまにたまらんかった。男の子マジで可愛いなと思った、うん、でも可愛かったな。なんか出てた、なんか多かったよな。めっちゃ多かった。何言うの、なんかめっちゃ多かったな。なんか可愛い声で喋るねとかも言います、ね、あ、そう。お姉ちゃん、え、1枚足りなくないわ。声かわ、喋り方や、喋り方、喋り方かわいい、ね、お姉ちゃん喋り方かわいいか、うん、いや可愛かった本当に。料理をしましょう。はい、今日はかぼちゃが安かったんです、うん、かぼちゃが安かったので機嫌がいいです。嬉しい。私の腰に負けず、あなたはもう一度と心の愛が。お前招待、ライブ招待さ、見に来てくれるかな。いやさ、ずっと不思議やってるけどさ、劇場公演ってさ、うん、小学生以下入られへんやんな。入られへん。いいか、じゃじゃ入る、じゃじゃ幼稚園児、未就学児。いや入ってた。誰が、昨日さ、昨日やったっけ公演、うん、さ31か、うん、31さ昼さ、うん、こんぐらいの男の子入ってて、え、公園に多分親に連れてこられたっけ。どこ座ってた。え、ジョエリーの方、多分グルパス席かな。あ、じゃあ入れるようになった、うん、それでさ、ずっとさ大号生の時さしててさ、もう、あとはさ流れ星キャッチの時にな、うん、でなんかこうやってしててな、うん、取りすぎ、かわいい、取りすぎたな、うんってしてて、かわいい、かわいい、かわいい、あ、入れるようになったの。入れるし、めっちゃちっちゃい、小1とかじゃなくて、めっちゃちっちゃい、もう、うん、多分違う。そうな、未就学児ダメじゃなかった、前まで。いた、いたよね、いたよね。ほんまずっとで、え、でもさ、え、なんでだろ、じゃあなんで入れてたんやろ。じゃあ小学1年生とかやったんかな、ギリギリ。え、分からん。え、でもめっちゃちっちゃかったけどな。未就学児あかんと思った。よくない、ピアは関係ないとかちゃうやんな。あ、コネか、コネって、コネ入所、赤ギリギリ小1とかやったな。めっちゃちっちゃい小1やったな。あー、確かに。そうやんな、未就学児あかんよな。今日もなんやいい子が入ってた、愛香さんももだえてたで、足なんでちっちゃい子、小さい子が入ってて、愛香さんもだえてたって、さっき。あやみもゆずに もだえられててんで。ゆず？うん、本郷ゆずさんに、うん、あのキュンマート見に行った時にゆずがいつもあやみってもかわいいってなってて、それ見てママはかわいい、ゆずさんが、うん、じゃあ確かになんか小1って言われたら小1に見えそうな子もおるけど、保育園って言われても信じれる。
あどっちも小1かも、だって入られへんはずやん。じゃあ小1か、うん、シャンも可愛いコールって。じゃあ今日も入ってたんや。昨日から小1は31は四捨五入した小1ですね、はい違いますけど、まあ分からん、まあその子の年齢は分からないから。まあ小1やったらな、小1やったらな、もう入る、うん、そうやな。わー最高、大好き。はい、おいしい。そうする？では今は、うん、あなた解剖純愛歌。なんで？知ってる？もう一回言って。あなた、え？あなた、うん、純、あ、解剖純愛、あー、誰の歌だった？それあいみょんさん。あれじゃない、なんかどんどん体が引き下がってるくやつ私のなんとか。あ、そう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 、絶対配信で言ったらあかん歌やん、サビ。うん、あかん。でも最初は OK、 最初はねーやから。ねー、ねー、どうしてん、まあ、でも次がアカン。うえーねうえー、はい、第2位ですね。着々と書いていってます。あと1人もっと飾ってほしい、その大きい、大きい桜。じゃあ筆箱取ってきて自分で取ってきてママ日見てるもんね。つけてないのに、もう今かつくね料理中だもんね。仕方ないなぁ、もう。てか、ピンクやから分かるかも。一人っ子です。一人っ子すぎや。一人っ子の一人っ子です。一人っ子から生まれた一人っ子やから、割とマシやのにな。ママよりかはな。ほんまな、間に合ったで。なんか今から四天王ができた。四天王っていう言い方めっちゃおもろいあやみん、あやみんの四天王や。3月やな。3月の四天王、それ毎月さリセットされんやろ。うん、だから今月も違う人たちやで、ね、一覧文字さんやってくるなありがたいな、みんなありがとうございますね、いつもいつも。ついね、ついこうもっと頑張れよって思ってしまうんですけど、みんながあやみのこと褒めてくれるから嬉しいです。いなくなっちゃったあやみ。私の陰にいて、グイって言ってポケポン、ポッケに入れちゃうってこと。そういうこと。だから最後の最後、この人が見たものは自分やから。別にポッケ入れんでいいやん。でもポッケに入れないと他の人見ちゃうやん。あ、そっか、うん、じゃあ布かぶすでもいいやん。でも持ち歩きたいやろ。持ち歩きたいんか、好きやから。え、
で心臓ネックレスにするしさ、ネックレスにするの、ネックレスにしてさ、好きってほんまにそういうことなの、好きって気持ちってそういうことなの、ほんまは、ほんまに私はね、どこがおかしいですか、好きすぎてあなた、好きというのはもうその相手のことを大事にしたいという気持ちじゃないんでしょうか。だってメンヘラな曲やもん、メンヘラ曲なんで、メンヘラは好きな人を大事にしないんですか。好きすぎるねん、好きすぎたとて。でもさ、元々といえばその人が悪くない、浮気してんで。え、そうなん、うん、じゃあか、話変わってくる、それは浮気をするから、そんな話変わってきますね。だからだってさ、もう二度とって言ってんねん、二度と他の女は抱けないわってこと、一回経験してるってことやん。ああそう、浮気をその人は。え、ちゃうやろ、そうなん、もうしないで、もう見ないで、二度とできないようにするっていうのは、一回してなくても別に適用されるんじゃない。なんだ、じゃあ分からん。あ、分からんけど、まあ見守って難しいよな。うん、恋愛も難しいらしい。恋愛は難しい。経験者は語る。恋愛はね、難しいんです。恋愛はね、難しいんだよね。めんどくさい。めんどくさい。気使う？気使う。でもさ、その気使う人って、気使うってことはさ、なんか、ね。どういう？なんかでもさ、気使わなくてもいいような存在の人と出会いたいね。じゃあね、そういう気使うじゃないよ。何？いや、まあ、もう分からへんけど。違うんよ。あ、いや。まあ、まだまだお子ちゃまだからね。私ってこう見えても結構大人だよ。七つタイプだけど意外と着痩せな、着痩せって何、着痩せって服着てたら、うん、そんなにこうグラマーな体に見えへんけど、うん、スタイルよく見えへんけど、うん、意外にグラマー服、まだし踊るから決勝するし恋も19社くらい、yeah、まだまだお子ちゃまだまだ目を張ってるようじゃ baby、 家に帰りなさい、隣のバナナは青すぎる。ライブ、ライブの歌い方、うらない友達はつまらない、あれしてこれして売れてゆく、アニメを卒業してからやから、バナナバナナになれますように、ブイ、マサノンさん、イハル今イハルか、マサノンさんの好きな色は何ですか。マサノンさんから行くんや、え今マサノンさんちょっと書いて、時間気にしや、オッケー、自分遺伝やで、遺伝、時間気にしない癖や、うん、遺伝やで、あ、いますよ、やって、でもあと30分もある。どんな色が好き？青とみたい。色聞くん？お客様の中にマサノンさんはいらっしゃいますでしょうか。いました。色聞いてるの？好きな、うん、これ配信ですかね、今日はね、うん、青やった、え、違う、はい、あみちゃんのサイリウム、あ、白でした、あ、青でした。青い色が好き。え、じゃあムーチョさんは何色が好き、あと誰、4番まで、うん、高政さんと
トミーさん。トミーさん。トミーさんおる今日。トミーさんいなさそう。見てない。ね、名前。ジャイミが勝手に予想するわ、トミーさんの好きな色。そうしよう。マコチさん何色やったっけ？マコチ。白身だから青？オッケー。そう、青が。ムーチョさんは何色ですか？大の男の人に好きな色とかあるのかな？それは人間なんだからあるでしょ。あるか、そうですか。ほら、青って言ってくれてるじゃないですか。だいたい青や。うーんだってな。ほら、そうやな。私、ママ今好きな色何つけたの？うーんみたいなあれよ。白と紫と水色と黒。何が好き？ネギ多くても美味しいよね、焼肉な、どんなんてもんは。いや、でも一個でいいか。ないけどな。オッケー、じゃあみんな青にしよう。ないやん。見て、すごくない？可愛くしてんの？うん、可愛くしてんねん。あみ、最近これ流行ってんねんで。知ってる、なんか生写真にも書いてたよな。生写真はだいたいこれ、あの、何やったっけ、あ、そう、亀子さんの写真の生写真のグッズのやつは背景が黒いから白いポスカでこれ書いてる。なんかめっちゃさ、うん、生写真の裏さ、言葉書いてなかった？言葉しか書いてない。え、言葉しか書いてない。言葉しか書いてない。全部言葉書いてんね、裏。何、何書いてんの？いろいろ、その時の気分のこと書いてる。うん、なん、あの、なうの悩みを書いてる。なうの悩みをお届けしてんの。さ、銅色はないからオレンジ色にしとこう。これ肉全部、ママこれ、この牛肉さ、うん、すき焼きうどんにしようと思ってたのに。うん、焼肉丼全部、焼肉丼に全ベッドしていいのこれ？え、いいでしょ。風味が食べたかったんだけどな。あ、また明日買いに行ったらいいんや。ねえねえ、はい、あゆみのママ柏木由紀さんって思われてる。どういうこと？あゆみのママが柏木由紀なの？なんとかで申し訳ありませんが、あなたのお母さんの柏木由紀さんはご存知ですかって。どれ、どこ、同じ名前、同じ名前じゃないわ、同じ年齢なだけですよ。柏木由紀じゃないよ。あ、ほんまや。なんかワイオレンジやめてって書いてんで。青にした、ムーチョさん。オレンジ決めたんや、ムーチョさん。高政さんは羊の絵描いてくれるのがいいって、うん、オレンジはあの銅色がないから3位の方の王冠のとこに書きました。だからムーチュさんは黄色だよ。黄色やって、蛍光黄色で書いたらうまいことさ、黄色っぽくなった。こんないっぱい焼肉どういらんねんけど。あれがいるの持っていく？お弁当に。ああ、いや、今食べると思う。今も食べるけどさ、うん、好きすぎて、好きすぎて、好きすぎて。やばいやばいやばい。ムーチュさんは猫飼いとこじゃ。辻ってヒゲないよな。ないか。だって何もない。ウサギ？羊。あ、羊？
やっぱ猫が一番描くのうまいかも。空もちゃちゃ、タツもうまかったよ。タツ？うん。タツどうやって描いてたっけ？わかる、なんかいろんなその頃の写真にさ、タツ描いてなかった？うん。あの1月のやつに大体タツ描いてた。いろんな描き方で。ワンちゃんも描いとこう。サケ、サケ、サケ赤。ああ、食用何？なんか料理酒みたいな。ワン。犬分かりにくいからワンって書いていた。トミーさんは何？トミーさんって何っぽい動物？何やろ？何っぽいやろ？笹岡さん足す金子さん足す、あ間違えた、笹岡さん足す金子さん引く鉄人ってあやみの方やんな。じゃあやろ。だってさ、そっちの方じゃない。で、そしたらさ、1、2歳とかにならんわ。年齢？うん。誰の？野原慎之介、之介さん。ああ、笹岡さんですかね。うん。鉄人って70ぐらいじゃないの？だから、ママが170、30歳ぐらいになるんじゃない？わかんない。え、鉄人ってどっちや？あやみか。え、どっちや？うん、こたまに分からへんから。あゆみちゃんなし、あゆみちゃんなし。だから引く13ってこと。ちょっと分かる。私あゆみママと同い年や。なんか怖やって。そうなん？シンガポールのエリーさん。あゆみ兄弟いないよ。こんにちは。あゆみお姉ちゃん欲しい。身内の力持ち1個年上。あ！からもちさんはゆきりんの1個上ってこと？そうじゃん。ゆきりんがママだったのか。バカなコールでかわいい。え？おバカなコールでかわいい。ゆきりんがママだったのか。違います。ゆきりんママとか、ゆきりんさんママとか、え？ってこと？あやみママがゆきりんさんってこと？あやみママはゆきりん。違います。違います、ね。はい。おいしそう。じゃあ私さ、私って初めて言ったら、あやみさ、お兄ちゃんが欲しいねんな。お兄ちゃんおるやん、いっぱい。そういうことじゃないやん。なんかさ、お姉ちゃんやったら服お下がりやんか、うん、それは嫌やねん。でもお姉ちゃんがイケてる服買ってきたやつを借りれんねんね。か、うん、それはお兄ちゃんもさ、イケるやん。で、しかもさ、お兄ちゃんの服やん。どちらかといえばさ、あやみがさなんか着るのってそういう、こういう、なにパーカー系やんか。で、あとはお下がり嫌やし。でも、まあ、お兄ちゃんは生まれへんよ。お兄ちゃん、お姉ちゃんもやな。お姉ちゃんも生まれへんな。でもそう、お姉ちゃんやったら服を一緒に選んだりもできるし。そうだね。でも友達はお兄ちゃんでよかったかもって言ってた。お兄ちゃんいるけど意地悪だよやって。そうやんな、お兄ちゃんって意地悪やんな。わかる。おらんけど。おる、わかる、やめて。何もおらんけど、ママも。え、ママも何が欲しかったかな。何っていうやめて。お姉ちゃん欲しかったかな。か、年の差の妹か弟。わが、ママ、コレクション。わが、ママ、コレクション。年の差の妹か弟？うん。産もう？みたい。でも今無理やん。今無理ってそういうこと？あやみがさ、うん、この活動してるんやからさ。いける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 。無理無理。あやみがいらんって言ってね。前。うん、やめ、まだいい。一人っ子がいい。うん。パシられたくない。兄弟に。何かこう、トミーさんの動物。難しいな。何でもいいと思う。早く貼った方がいいと思う。猫。猫変えた。うさぎ。
うさぎかご。レーポンみたいな。早くハロー、時間なくなっちゃうよ。美味しい。ナミに感謝感謝。またいっぱい食べたいな。シャ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 。ハッピースマイル。おすべりになられてる。え、違うよ。これおすべりって言ったら、これ作った人バカにしてることやな。そうそう、あゆみが今それを言うことがおすべりになられてる。感謝感謝、ほら感謝感謝言ってくれてるわ。よかったね。 YouTube 好きなんや。いや、これ TikTok の方で知った。 YouTube あんま見ひもんな。うん、 YouTube 見るにしてもさ、音楽聴くか NSB かさ、タイムが好きな。どっか行った。マスキングテープ取りに行ってます。今。よろしくお願いします。わがままコレクション。わがままコレクション。だってね、15も持って帰ってきた。おお。オーバークックやってる時にいつも言ってるもんな。無駄な行動しない。なんかお提供したら戻ってくるとき、お皿拾って帰ってくる。オーバークックやりたいな、久しぶり。オーバークックやろう、今度やろう。今度明日やろう、明日やろう。明日夕方配信でやる。朝くらい起きれるの、あなた。オーバークックやるために起きる。ゲームのためには起きれるんでして。起きられへんな、まあ別にゲーム好きちゃうしな、そんなに。だから夕方しよう。夕方な、オーバークックありやな。え、うん、それなりに。あ、アルドラムダン買えるって。上の方に貼っとこう。バイバイ。バイバイキン。うちのウォーターサーバーと一緒やの、同じなんや。おしゃれで可愛いよ。可愛いよな。これ何代目？え、2個目じゃないんですか。あ、じゃあ、キヌガサウォーターサーバー第2世。読めずない？え、でもオーバークックあれ、載せていいやろ。うん、オーバークックは載せていいねんて、配信に。で、オーバークックさんが言ってる。あ、そう、2週間とマナミンがやってるの見た。見た、マナミン。そう、それでやっちゃいたくなって、マナミン可愛いなって思った。2週間元気やなって。2週間嬉しそうやった。オーバークック、ほら、1回やったよな、配信で。1回やった。夏ぐらい。で、その後、あつ森に切り替えたら、バンされてた。あ、見えな。せっかく買ったのに。あ、見える。久しぶりに料理してる。ママ、うん、配信でな。配信でっていうか家で。嘘。ずっとだって外食やったやん。確かに最近な、あの会いたい人に会おうキャンペーンやってるから。うん、いろんな人に久しぶりにご飯行こうって言って、いろんな人にな、いろんな人と会ってたら、うん、で、一昨日はあやみ公園やったし、ずっと外食してる。昨日は外食やったし、あれ30何したっけ。30は、30あれや、あれ行ってで、そのあと赤ロギ行って、その後も外食。あ、そうジョリパや。言うんかい。え、だって言ったやん。ああ、でもおめかれ。ごめんね。久しぶりに料理して楽しい。じゃあオーバークックも楽しいわ。オーバークック楽しいよ。ママオーバークック好きやで。知ってる。で、前にそれやったらイライラする。それは誰とやってもイライラすると思う。あれは。で、やっぱマナミンさ、バイトしてたからって書いてたからめっちゃ上手やった。ちゃんとピザ提供しに行った帰りにちゃんとお皿持って帰ってきてたし。そやんな、バイト経験ありのマナミ。白菜を洗いました。でこれをいろんなとこに貼ります。それ映ってる？映してるね。今頑張っていい。
ってるよね、よくない？反抗期ですか？反抗期は口も聞いてくれませんよ。そんなん口も聞かへんかったら交通費ももらわれへんやん。交通費って言って、はぁ、ごめんなさい、交通費ください。こうなります。こうなります。反抗期はどうやら来なさそうです。はい、これはどうやら来ないということが分かりましたね。日野ヶ崎に反抗期ありません。もういっぱい出しとこう。これを切ろ、これ切ろか。まゆみがさ、昔から賢い、できる、よくできる子やったからさ、うん、賢い子やなって思って見てまうんよ、もう。うん、なんで？賢かったから、昔から。そんな賢くないで、今。いや、その頭じゃ、なんていうの、勉強じゃなくて、うん、そうやで、なんか、むちゃ言わんし。あー、そういうこと、うん、確かにな。いいやつやったからさ。あ、だからさ、今もいいやつのあやみ、なんか賢く折れるやろみたいな思っちゃうねんけど。何の話だっけ？分からへん。分からへんな。あゆも今のあんまり話聞いてなかったから。まあ、自分で話しててできてなかった。たまにあるよな。だって今ハクタイの忙しいし。あゆ今切って貼ってんのに忙しいし。世渡り上手。レベルイコール今回のイベントに貢献したポイントじゃないよ。うん、そうそうなんだけど。そうやねん。でもレベル高いってことはいっぱい、いっぱい今回の1週間で投げちゃうって、投げて1週間とか1ヶ月だけどな。あ、そうやな。もうしゃあない、もうないねん、このイベント。ああ、それね、このイベントランクがないねんな。あ、もうなんで。よし、いい音した。そう教えてくれて。白菜を刻んでおります。そっちの上手じゃない。かけられてる。え、ていうかまずみんなの分見えるようにした。そのこうやってあゆみが持ってるこれですみたいな。してないです。それいるんじゃないん。してなかったです。それいるんじゃないん。はい、貼る前にこうやって1秒止まる。10枚くらいのにあと10分で無理です。はい、明日しよう。明日の朝ここでやるか、うん、あ、でも夕方やるんか。じゃあ明日の朝ここでやって見せたらいいやん。夕方はゲームするから。明日やな。いい予定が詰まってますね。明日は、あ、そうや、明日あれや。明日あれか、何か言ったらあかんのか。うん、でもすぐ帰ってくるかもね。何でわかんない。練習して。だってでも明日はさ、アミとなんかするかもしれない。 TikTok 撮ってな。うん、わがまま、あかん、もうこれや、今日のわがままコレクションや。うん、今日この後愛だの恋だのわからない。うん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 、ここで暗い歌を歌おう、そして歌おう、違う、ハッピーさ、そこ違う。そこ TikTok じゃないからみんなわからない。 TikTok のとこやとみんな知ってるの。いつでも一歩先を歩いて、いつの一歩後ろを歩いている、わざ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 。お父さんとお母さんばっかり。わざわざって言っちゃった。わざわざグランマで、シスター、シスター、マザー、ブラザー、ブラザー、ファ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 ザー、知ってんのかな。でも TikTok で流行った結構前、いつやったっけ。うわ、そうや、明日までにさ、うん、猫が何、コロナ大丈夫じゃん。大丈夫かな、信じよう。そういうこと言うから。確かに貼る前に読み上げなあかんかったやんな。あ、待って、もうまたまた貼る前に貼っちゃった。読み上げる前に貼っちゃった。ほんまや、貼る前に読み上げないと見えないよ。じゃあ明日やっていくわ、レベル順に。うん、その声で起きるわね。もうさ
最近朝まだ覗かれる現象に襲われてる。え、もうみんなに言っとくわ。ママ、明日、明後日、し明後日、水木金、仕事です。はい。7時半に起きたい。あやみが勝手にママお仕事休みなんかなと思って、うん、8時それみんなに言う必要あんのみんな覚えといてママ仕事やからあやみでよくない、今日ママはって言ってママ起きてるってあやみに聞いて、うん、あやみがママを起きやーって言って起こすっていう、起こしてくださいお願いします。ペタペタお願いします、ペタペタ、ああみんな私覚えといてくれるって可愛くない、普通にこれで桜作れそう、うまいな、で茶色いやつで気を使う、茶色の方が用紙も買ってこようか、うん、明日買ってきて、はい、金脈金のってなんでこんな時間かかるの、逃げ生きてるから、こんにゃくむず、こんにゃく金の大嫌い、そんなこと言わないであげてよ、でもこんにゃくは大好き、猫がかわいそう、芋がかわいそう、こんにゃくっておいしいよな、群馬県こうやな、綺麗やね、綺麗やろう、これマスクやで、男女さんとやめきや、何もよ今ちょっと待って、手伝うわ、そっち手伝って、でも打つんで違う、あのマスキングテープを鼻に貼っていく仕事してあげる、あ、してこれ、それ自分でこれ何切って、なんで自分でちぎった、いや何やってるさっきちぎったから壇上読むから、それ貼ってからでもできるでしょ、さっき壇上読みなって言ったのそっちや、さっきのさっきはなちゃうねん、え、これ結構大きくしないと落ちる、いやそんな、こう結構ちっちゃめ、明日読み上げんねんなこれ、うん、多分はでも一枚一枚持ってるところが欲しいけどな、ママはスクショ撮りたいけどな、でもあやみの字やで、え、あやみの字何言ってるの、ちゃうやん、こうやってあやみが一枚こう持ってるところをスクショに撮りたいの、じゃあもうどうすればいいの、明日朝剥がしましょう、もう最悪な、え、明日朝剥がして持ちましょう、もうマスキングテープないで、え、同じの貼れるって、マスキングテープやから、でも、え、この壁いける、いける、あやみの部屋やばいよな、あ、わかった、明日そっから剥がして持って置いたらいいんや、置、うん、くん、うん、え、もう、あ、うん、え、え、何でもいいけど、そういうことじゃない、え、じゃあなんでもう一回貼れるか聞いた、だから粘着力の問題、粘着力だからもういらんやん、壁に貼るやん、なんでも、なんか 置いたらいいって言ったやん、壁に貼らへんの、もう、うん、今貼ってるやんだって、確かに、あ、もう読んどこ、お前読みって言ったんやった忘れてた、コメント止まってるわこっち、もういいや、壇上読むからとりあえずで強制終了でやめよう、強制終了なあ諦めて、明日さ、明日ここで切りから抜いていけばいいね、花びらを、じゃあ今日全部貼って写真撮ろう、それあげよう、どこに、なんかに、うん、え、別に写真、あ、それで明日剥がして、あ、そう、剥がして、うん、置く、剥がして持って、うん、1秒止まって、うん、置く、だからもうそれはもうつけないってことだよね、どっちでもいい、つく、別につくけどな、どっちでもいいよ、見て、すごいアングル、最高ドンキのゴミ箱確かにないや、ドンキのゴミ箱、あ、めっちゃおもろいし、めっちゃ好きやわ、え、ルームスなん、ツイッターの方がでもいいんじゃない、どっちでもいい、まあいいけど、ルームス入ってない人もおるもんな、そう、これで、まあ、ショール、うん、早く呼んだか、壇上え、そう、手持ちカメラでこうやって読むのもありやなと思った、いや、こう持ってるとこが欲しいのって言ってるやん
でも、いいか、本当のファンの方は本当のファンの方本当のファンってなんなん、あやみの、まあ、男女呼んですご、早どこや、あ、変わった、変わってなかった、はい、変わったタイミングで、はい、13位、トヨさん、トヨさんありがとうございます、59分で早いすぎよ、やば、12位、アベルさんありがとうございます、ジェイジートリコさんありがとう、ちょ男女呼んでるじゃん、10位ブローさんありがとうございます、9位カキヒコさんありがとうございます、8位タタセメさんありがとうございます、これ何、マサシュウさん、頑張れ頑張れ、マサシュウさん、頑張れ、マサシュウさん、そうでいい、7位マサシュウさんありがとうございます、6位ゴーシさんありがとうございます、5位の橋之助之助さんありがとうございます、4位高松さんありがとうございます、3位ヤイナギさんありがとうございます、2位マサノさんありがとうございます、そして1位ムーチョさんでした、ありがとうございます、ムーチョさんでした、ありがとうございます、焼肉丼できたよ、よし、いけた、ふぅふぅ、息継ぎが、明日何時、朝7時、うん、明日って何曜日、水曜ぐらい、じゃあ7時やな、ママ仕事知ってます、金曜日まで仕事でしょ、そうです、